始まりましたワンキャリ企業ラボ。この番組は様々な企業を徹底的に分析してその魅力に迫っていく、そんな番組となっています。さて今回の企業はですね、 D2C さんにお越しいただきます。マーケティングをこう支援する会社ということなんですけれども、その D2C だからこそのこう得意としている分野だったり、あとだからこその魅力みたいなところもお伺いしていけたらなというふうに思っております。それでは改めて今回のゲストのご紹介です。 D2C さんです。今日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。佐川さんと柳沢さん、二方にいらっしゃっていただいているんですけれども、早速ちょっとね、あの趣味みたいなところをお伺いしていきたいなというふうに、早速すぎますけれども、佐川さん、なんか趣味はあるんでしょうか？そうで、いっぱいあるんですけど、いっぱい、一番でもサッカーですかね。そうなんですね、はい、サッカーをするのも好きですし、まあ、見るのも好きですし、はい、まあ、好きなヨーロッパのサッカーのチームがあるので、まあ、週末は夜な夜な、ね、時間の逆ですからね。そうですね、はい。柳沢さんは？僕はですね、こうダブルダッチっていうスポーツをやってまして、はい、一応もともと世界大会だったりとか出てまして、はい、それをもう週末はずっとやってます。そうなんですね、はい。それでちょっと1時間お話を伺いたい、気になるんですけれども今日はちょっと企業説明なんかをしていただかなければいけませんので本題に入っていきたいと思います。さてここからはさらにいろいろと深掘って聞いていきたいと思います。では早速今回のテーマ見ていきましょう。こちらです。こちらの5つのトークテーマでお話を聞かせていただければというふうに思います。自社ならではの仕事の面白さだったり、まあ、キャリアパスみたいなところもお伺いしたいですね。あと仕事とプライベートの時間の両立というところも、ぜひ現場の肌感覚みたいなのもお話しいただけたらというふうに思います。では早速1つ目の質問参りましょう。1つ目の質問はこちらです。D2C が得意としている領域やことって何というところなんですけれども、あのマーケティングをこう支援する会社 D2C と関係性のあるこう電通をはじめとしていろいろなものがこうあると思うんですけれども、やはりこう会社の外の方々から見ると少しこう何をやっているのか分かりづらいというところがどうしてもあると思いますので、はい、改めてお伺いさせていただいてもよろしいでしょうか。はい、得意な領域いかがでしょうか。はい、ありがとうございます。まあ、D2C が得意なこと、まあ、本当にいろいろあると思ってるんですけども、もともと会社の成り立ちがモバイルマーケティングっていうことで、はい、携帯電話の中のインターネットでどうマーケティング活動をしていくかというところの支援から始まってますので、主軸はデジタルマーケティングとか、はいはい、インターネットを用いた広告マーケティングっていうのがまず得意となっております。なんですけども、まあ、普段の生活考えてもらうと、はい、インターネットって本当にいろんなところに接続してると思いますので、うんうん、我々としてもいろんなことが本当に提供できるように、はい、いわゆるウェブ広告もそうだし、はい、ブランディングもそうだし、あとは先ほど説明パートでもお話しした、はい、データの利活用ですね。はい、なので本当に複数の領域でこう主軸を張りながら、はい、お客さんのマーケティング活動を最大限サポートしていく、はい、そんな活動をしてるかなと。本当にこう幅広いなというふうに、はい、思うんですけれども、あのそんな中でそのいわゆるその他のマーケティングの支援会社とのこう違いっていうのはどういうところになってくるんでしょうか。はい、まあ、本当に正直言うと違いもなかなか作りづらい領域だとは思ってるんですけども、うんうん、まあ、強いて言うのであれば、先ほど説明のパートでも紹介したデータと総合力かなと思ってます。はい、まずデータというところが我々 NTT グループなので、うん、はい、まあ、そこのまあ特徴でもある、お客様のデータを預かって、うん、で国内最大級で、量もありつつ、はい、正確なデータと思うんですよね。はい、なので量もありつつ正確なデータというのもありつつ、まあ、そういう、まあ、いわゆる価値の高いものを扱ってマーケティング活動をしていくっていうところは、多分他の代理店さんにはあまりない部分でもあると思いますし、で総合力の部分でも言うと、はい、まあ、本当に広告の領域って何でもできると思うんですね。うん、はい、まあ、いわゆるテレビ CM を流すとこもそうだと思いますし、はい、普段生活している、まあ、インターネットスマートフォンの中とかでもいろんな広告流れてくると思いますし、はい、なんで我々もこう提供できないものはないぐらいの勢いで、まあ、総合力を持って提案活動してるっていうのが、まあ、それをかつ800名の規模感でやってる会社ってあんまないと思います。あ、確かに、はい、そうですよね。まあ、そこは特徴的なところかな。ええええ、はあ、
今も総合力を持ってっていうお話もあったと思うんですけど、はい、その総合的にそして統合的にソリューションを提供という言葉があると思うんですけれども、はい、こちら具体的にどういうことなんでしょうか。めちゃくちゃ難しい。ちょっと抽象度高くて申し訳ないなと思ってるんですけども、ね、したいですね、はい、はい、まあいわゆる我々これやってますっていうところの、はい、回答だけじゃなくて、お客さんの課題ありきで何でもできるっていうのがうちの特徴かなと思います。まあ、例えばお店への集客を困ってますとか、はい、アプリをもっとダウンロードしたい欲しいですとか、あとはうちのグループで言うと電通の省流で言うと、はい、マス的なコミュニケーションは電通さんがやって、はい、いわゆるデジタルのウェブプロモーションのところはうちがやるっていうところもあったりするので、はい、まあ、本当にこう課題に合わせて、ソリューションも本当に総合的にし、あと、まあ、グループがたくさんあるのでグループ内でいろんな機能を持って、うんうんうん、ね、なんでいろんな会社に頼まなくても D2C グループの中でいろいろ解決できるというところは、いわゆる統合的、まあ、そんな表現かなと思います。はそういうことなんです。ありがとうございます。自分で話してて抽象度高いです、はい、領域が広いですから、はい、まとめていただいてありがとうございます、はい、では続いての質問参りましょう。2つ目はこちらです。自社ならではの仕事の面白さとはというところで、説明会の中でも少しお話しいただいた、はい、大きく分けるとプロダクト事業とそしてプロデュース事業にこう分けることができるということなんですけれども、はい、まずはちょっと具体的な業務内容について、はい、整理させていただきたいんですが、教えていただいてもよろしいでしょうか。はい、大丈夫です。今日たまたま僕プロダクト出身で、はい、プロデュース出身、はい、偶然なんです。あ、もう偶然なんですね。偶然なんです、はい、それぞれよかったそれぞれ紹介できる。はい、お願いします。プロダクトの話から。はい、お願いします。プロダクトですね。はい、プロダクトの領域でいうと、ドコモ広告っていう、まあ、うちが扱っている広告商品ですね、はい、はい、まあ、イメージしづらいと思うんですけど、例えばツイッターとかであればツイッター内に広告出てくると思います。